こんにちは。今日はタルレガの、ラグリマというとても有名な曲ですね。初心者でも、もちろん初心者も弾けますね。十分弾けます。で、だからといって音楽が浅いわけではないです。とても深い音楽です。で、音楽的にも素晴らしい世界だと思います。で、たった16小節しかないんですよ。で、しかも同じパッセージ、同じ部分がいくつもあるから、練習するところはそんなに多くはない。だからこう初心の方にはとてもいい作品だと思います。で、リクエストがあったので、こういう曲の解説をしてほしいというね、リクエストがあったのでするんですけれども、これちょっと嫌な面、私にとっては嫌な面もあって、こういう歌、単純な素直な歌というのはそれぞれ一人ずつの歌があるので、私のやり方、歌い方、音楽が決してベスト、一番いいとか、これでなきゃダメだと思ってるわけではない。まあ当たり前ですけどね、みんなの音楽が違うから音楽が面白いんでね。で、だけど私の場合についてのことをお話ししていきましょう。「ラグリマ」ってタイトル、「ラグリマ」「ラクリメ」という言葉は音楽の人にはとてもこう親しい言葉ですね。「ラクリモーザ」とか「レクイエム」だとかで出てきますね。涙。だからこれは決してこう何こう酒場で流す涙ではないわけです。典型的なのはピエタといって、キリストが十字架張り付けから降ろされて、それを抱くマリアの像、ピエタって言いますね。その涙から、怒りの日の最後に出てくるのもラクリモーザですね。でもその捉え方は様々でしょう。その悲しさっていうのは、悲しみっていうのは、なんて言うんだろう、愛しいものを失った、愛するものを失った、誰でも持つ悲しみですね。それをただ悲しいってこう大声で泣きわめくんじゃなくて、それが美しく消化、こう蒸発していないと多分ラグリマにはならないだろうと思います。で、旋律はね、こんな単純な、もう子供の歌です。2回繰り返すだけです。で、これだけで前半という大半は終わってしまっているんです。これをどんなふうに歌うか、あまり大げさな歌になると変ですよね。で、てっぺんの音を、一番上の音をこう、あんまり歌いすぎても変だと思うし、それわざとらしく歌うのもちょっとどうかなと思うし、二度繰り返す時にすごく変化をつけるのもどうなんかな。あまり趣味が良くはないかもしれないですね。でもその人が心からそう思うんであれば、どんな演奏でも人の心を打つだろうと思います。で、この曲では大事なことはね、嘆きは伴奏の音で表されるんです。伴奏の内声っていうんだけど、旋律があって、旋律は今のこれね、低音はこういう低音がある。その間に伴奏の音が2弦の開放弦、こういう。こういう伴奏、4小節それが続くわけです。同じです。これは裏打ちって言って、シンコペーションになってますね。拍の裏にこう、これにこう旋律が乗っかっていくわけで、こうやって多分間に膨らんできて、
それにこれが乗っかってくるわけね。決して別にその合間に隙間を埋めるためにあるわけじゃないわけで、この2小節目4小節目もダこれラララシシシではなくてシシシ、それに飾りがこうついてるだけね。弾いたらもうすぐ終わっちゃうね。で、最初のこの音、あ、楽譜はね、ギターの楽譜は割と詰まってるから、ミと低音と上一番上のそのシャープがずれてるんだけれども、これずらさないとね、ぶつかっちゃって読みにくいんですよね。だからこれ本当にこんな風にあんまりずらさないでくださいね。ずらしたらダメだとは言わないけれども、あ、この方が弾きやすければ初心の方ずらしても全然構いません。だけどほぼ同時に弾いた方が綺麗ですね、まあでも初心の方はこうやってずらしても全然問題ありません。こうで大事なことはこの裏の音がなんかこう悲しみがこうトゥ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 ッと流れていく感じがすることに。普通の人はね、ここで最後の拍で、普通の人って失礼な言い方だな、こう最後の四を弾いた瞬間にで息をした方が綺麗に息がなんていうの緊張せずに弾けると思う。でだけど僕の場合はもっと長い息でそこで息をせずにずっと続けています。だけどこれはもう様々で2小節ごとに息をしても構いません。でもこういうのダメよ。こう一拍ずつこうやって息をしてこうならないでね。でもともとアンダンテって書いてあるし、あんまり遅くなるとなんか悲しみって言ってもなんかこう蒸発していく悲しみ、こう涙がスッと出て流れていく悲しみではなくて、もっとドロドロした悲しみになるとつまらないので、こう。上がるところは小指がもう1弦から離れないで取ります。でこの12フレットなんかは見なくてもこの手のねここがここに軽く当たった瞬間が12フレットです。わかりますかね。でこれもあんまり上に音が上がるからってこれをこうすごくねこうぐーっと歌うとちょっと違うかなという気はします。ここでも大事なことは真ん中の音が偶然かもしれないけどっていうふうに最初のテーマを思い起こさせるような響きになっているわけで、ここちょっと今難しい説明するけれども、分からなくて結構です。これ和声的なハーモニー和音で説明すると四六の和音って言うんだけど、味噌汁の四が低音になってる。で次のこれも素敵な音なんだけどこれも四六になってる。これ違反なんだけれども、これはタルレガが無知で書いたわけじゃなくて、こんなことはもう最初から分かってるわけです。でこの曲は聴いている人もしくは弾いている人が自分でない低音を意識してなくてはならない。この時の手ってこういう低音があるわけね。だから四六っていう和音があってね、それが2回連続するのは絶対禁止なんだけど、これが起こってるんだけれども、これはそうではなくて架空のみんなが聴いてる人が想像しててほしい低音があってそれに乗っかってるだけね。でとりわけこれ面白い和音ね。アドビシでもこれでよく出てくるけど、こういう7の和音なんだけれども、これはなんて言うんだろうな、多分僕の想像は教会かカテドラルか分かんない、まあ、多分チャペルぐらいでしょうね、のカリオンキャリオンとか言ってるちっちゃい鐘がいくつか並んで
その鐘の音ですよね。でここね、ダルレがこんな変な意味遣いをしてる。これを例えばここで普通に取った方が弾きやすいです。構わない、全然構わないんだけど、なぜタルレがこんな変な運指をしたかというと、死ぬ音が開放弦で、そのシャープがとても音程の合いにくい3弦の13フレットかなにしたっていうのはね、この死の音を伸ばしたかったわけね。でそれが伸びると次のラのシャープにシラララソってつながってくるわけね。で上の旋律はこういう旋律、ソファレミ、決してこうじゃないわけよ。ドミドファシドブタブタブタタンってならないでくださいね。真ん中の音はの旋律は、でもちろんそれに低音がつく。で僕は最後のレネシャープからミニはどうしても綺麗につなぎたいから、パッと動かしてもいいんだけども、パッと動くとなんかこの曲らしくないので、小指だけ置いて他の指をこうやって用意していっています。でちょっと上級の人のに対する説明になるけど、このファのシャープはもちろん伸びてなきゃならない。ここのレのシャープが鳴るまでね。で僕はこのラのシャープもシが鳴ってもまだ離さずに持っています。そうするとこういう変な和音ができてるんだけれども、これをちょっと僕はまあ楽しんでますんです。このラーソーって下がってくるのはすごく大事。こうこれはちょっと強調してやった方がいいかもしれないね。で後半に入ります。後半はほんのちょっと嘆きが入る。で全体はたった16小節、俳句は17音だけど同じことですね。で前半があって真ん中があって、また前半の部分がある。こういう必ずでもないけれども、カタロニアの音楽はこういう3つの3部形式っていうけど、一番単純な形にこだわります。この3の数がカタルーニャのタルレガの故郷ですねにとってはとても大事だったわけ。そしてもう一つ大事なものはモンセラートという山にある黒いマリアさんですね。で黒いマリア、もうここは聖歌にはイスラムの歌が歌われてるし、ね、黒いマリアはあるし、だから涙といった時にタルレガが自分の娘を亡くした時にこの曲を書いたとかいう話もあるけれども、ラグリマっていうタイトルをつけた瞬間に浮かんでいるのは間違いなく黒いマリア像だと思います。でここだけ瞬間の嘆きっていうのかな、こういう嘆きの声がします。ここもちょっと面白いんだ。でそう、これは当たり前の和音だけど変なのよね。普通だったらこうなるべきなの、ファーソーミーとはならずにこうなるべき。これからこれに来るのはちょっとかなり冒険だけど、このラグリマと対になっているアデリタっていう曲でも同じことが起きてますね。どこだったかな、こうアデリタでこんな曲ね、こういうマズルカ、全く同じ和音です。でこれ本当はこのソの音が、ソの音はファのシャープの装飾の音です。軽流は僕は寄りかかりって言ってるんだけど、そしてファを通って見に来るんだけど、もうここまで来たらもう分かるでしょっていうのでファのシャープを弾かずに来てるわけ。これを独立の和音みたいにして使ってるわけね。それと同じことがここに起きています。これフォーレなんかでもよくあるよ、フランスのね、もう大作曲家のフォーレもよくこれが出てきます。ここに来る、ちょっとショッキングよね。でここのミとミがミーってこう
音が伸びてる、歌が伸びてる。でこれがこれだけが大事。真ん中のこれ背景ですね。だからこれをあんまり真ん中の方で歌ってしまわない背景。最後のこの味噌汁はこの背景の尻尾ですから、あんまり強く弾いちゃダメですよね。綺麗な旋律ですよね。瞬間にこんな旋律が出てる。これもこんな風にならないでね、あの悪い例言っちゃダメだけど、そう、うん、ペタンペタンペタンってならないで歌になって、一番この曲の嘆きがきつい場所はここです。これ何かというとね、あ、この小説ね見たら分かるけど、ほとんど低音はCしかないわけです。Cの装飾でドがちょっと入ってる。シー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 って思い出しますよね。一番最初のだよね。唐突って、ね、今まで音階が一回もないのにね、まあ、そこまで説明しなくてもきっといいと思うんだけれども、これはそうだよね、あの涙がつつと涙の玉ですよね。歌おうとするんだけど、ここで言葉が詰まってるわけ。ここは多分こういう、こう原七がついてる。普通だったらファー、まあ、こんな風に来るところが上にこうね、気持ちが込み上げてきて下に下がる。歌はシーラーソーが歌ね、シーラーミーではなくてシーラーソーです。だから3弦の音をきれいにある程度出してあげましょう。でこういう何回もこの止めの止めっていうのかな、そのフレーズの最後の低音のミが出てくるんだけど、これもバンって弾く上手な人はね、弾くだけではなくてこれが消えていく消え方ね。あ、だからこう左手でこうちょっと糸を触ってあげて消え方を調整したり、出る時もちょっと触ってからこう出したり、こんな風にして触ってはパッと離してやると、こう気持ちがふっと沈んで、こう悲しさが沈んでふっと下に張り付く感じが出るかもしれないですね。でこの単調でここのこれはかなり自由でいいだろうと思います。でまた元に戻ってくるわけね。こうダカーポテ、ダカ、まあこれイタリア語で、カーポテ、こうてっぺん頭のことですよね。キャップ、英語のキャップも多分そこから来てるんだろうね。こうで頭に戻るわけね。戻った時により表現するか、もうすごくもう過ぎ去った悲しみのようになるか、うん、これは、ね、皆さんの自由、自由ですね。それぞれの歌をぜひぜひ聴かせてください。じゃあ今一度弾いておきますので聴いてくださいな。今日はどうもありがとう。